統合幕僚幹部、統合幕僚幹部、統合幕僚幹部、略称、倒幕、英語、ジョイントスタッフオフィス、略称、ジェイスは、日本の防衛省の特別の機関である。外国軍の統合参謀本部に相当し、陸海空自衛隊を一体的に、部隊運用することを目的とした機関であり、陸上幕僚幹部、海上幕僚幹部、航空幕僚幹部と合わせ、 高級幹部の間では、四幕と称される。前身は、統合幕僚会議、統合幕僚会議、略称、統幕会議、英語、ジョイントスタッフカウンシル、略称、JSC である。防衛省において、防衛大臣を補佐する機関には2種類ある。一つは、文官として、政策的補佐をする、内局、大臣官房と、各局からなる、内部部局であり。 もう一つが、自衛官、武官として、軍事専門的補佐をする、統合、陸上、海上、航空の各幕僚幹部である。統合幕僚幹部は、防衛大臣に対する補佐に加えて陸、海、空自衛隊の統合運用を、統合戦を担い、自衛官最高位の統合幕僚長が司る。統合幕僚幹部は前身である。 統合幕僚会議と比べ大幅に権限を強化された。すなわち、統合幕僚会議では、各自衛隊の行動等において、統合部隊2以上の自衛隊からなる部隊が編成された場合のみ、当該部隊の運用、作戦に関する指揮、命令を執行していたが、統合幕僚幹部では、有事、平時、数及び規模を問わず各自衛隊の運用に関する、防衛大臣の指揮、 命令がすべて単一の自衛隊の部隊みの運用であっても、統合幕僚幹部を通じることとなり、自衛官最高位のフォースユーザー、自体対処責任者としての統合幕僚長の立場が明確化されることになった。この運用形態の変更に伴い、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長は、平時の人事、教育訓練、防衛力整備、 広報補給などを司るフォースプロバイダー、連動管理責任者としての立場が明確化れ、有事の際には、フォースユーザーの統合幕僚長に、霊下の各自衛隊部隊を提供する役目を担う、ことになった。これに伴って、陸、海、空の各幕僚幹部の防衛部運用課の人員が、統合幕僚幹部に用ぶ集約され、陸、海、空の 各幕僚幹部には運用支援課が編成された。また、自衛隊全体の作戦立案を担当する、都合上、統合幕僚幹部運用部の部長職は、他の部長級が、商法によって当てがわれるのにし、一団上の、四団長級の章をもって、原則着任することとされた。陸、海、空の各幕僚長は、運用以外のタイムについて、 防衛大臣を補佐するが、各々の立場から、統合幕僚長に意見を述べることができる。なお、防衛省、旧防衛庁の前身である、保安庁の時代から、指揮権を統一する機関を創設する構想はあったが、旧海軍関係者の猛烈な反発により、頓挫したという経緯がある。また、1995年、平成7年に、 防衛計画の対抗見直しに伴う統合幕僚会議の機能強化を目的としたプロジェクトチームが防衛庁に設立された際には防衛庁内局からシビリアンコントロールの力各自衛隊に権限を分散させていた方が統制が簡単だとの反対意見が出され統合幕僚会議から統合幕僚幹部への改変が見送られている近年統合幕僚幹部は 諸外国で見られるような大統領や国防長官の最高軍事補佐機関であるスタッフとしての統合参謀本部の機能と大統領や国防長官の命令を最高の立場で指揮するラインと氏の統合軍司令部の機能を並存させているため大規模災害や有事の際に大臣補佐と各部隊への指揮という二つの任務に暴殺され対応できない可能性も指摘されている そこで、統合幕僚幹部から運用部を切り離すなどして、新たに統合幕僚幹部とは別の常設の統合司令部を創設し、統合幕僚長を大臣補佐に専念させる構想が持ち上がっている。統合運用とは、特定の目的のために異なる軍種、陸、海、空などの部隊を組み合わせて動員すること。または、そのような動員において成立する。 部隊間の協力関係。運用例としては、個別の運用で対応に限界のある場合、すなわち防衛出動、治安出動、警護出動、災害派遣、地震防災派遣、訓練、海外派遣など、統合運用に際して、特別編成の部隊に対する防衛庁長官の指揮、命令は、統合幕僚会議議長を通じて行われてきた。 自衛隊の統合運用は2006年平成18年3月27日に本格的に導入され陸海空自衛隊の運用を一元化し一括して指揮する統合幕僚幹部が創設された従来防衛庁長官は統合運用の場合を除いて3幕僚幹部の幕僚長を通じて命令してきたが統合幕僚幹部を設置して以降個別運用の場合でも 統合幕僚長を通じるように変更された。この二つの語は軍事用語でそれぞれ別の意味を持つのだが同義語として使っている国も多い。アメリカでは幕僚という代わりに参謀の語を使い、自衛隊の場合は参謀という代わりに幕僚という語を使う。参謀とは司令官の作戦補佐を担当する、いわゆる軍師の役割を持つが幕僚も同じ役割を持つ。 このため、言い方が違うだけで指している役割は同じであるが、これは日本の場合でアメリカやロシアでは両方で別々の意味を持っていたりする。自衛隊用語を参照。戦前の日本でも爆僚という語が使われたが、軍師の意味で使われたのは参謀。戦後の日本では自衛隊の参謀にあたる役割を持つ自衛官は存在するが、参謀という語が 軍事的なニュアンスを含むの、その名称を全部幕僚と言い換えた。よって、今の自衛隊に参謀という職名は存在しない。ただし、海上自衛隊においては、通信時の簡略名称において、幕僚長を、幸、参謀長主席幕僚を、世佐、専人参謀と、旧海軍時代の伝統に則っ,って定めており、幕僚を参謀と逆に言い換えているという事例もある。 旧海軍時代の伝統。歴代主要幹部は、統合幕僚幹部の人物一覧を参照。統合幕僚会議議長、専任人の自衛官で、陸海空各幕僚長経験者から任じられる。と、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊各隊のトップである3人の幕僚長、計4人で構成され、防衛庁長官の補佐機関として、隊の枠を超えた。 統合運用、具体的には、統合防衛計画の作成、出動時の自衛隊に対する指揮命令の調整等を行う。議長は専任人の自衛官で、自衛官の最上位である、防衛庁設置法、第27条。統合幕僚会議というとき、幕僚長議長からなる会議、4名を指す場合と、事務局、情報本部、統合幕僚学校も含めた、 組織全体を指す場合とがある。新たに置かれる統合幕僚長が従来の統合幕僚会議議長と異なり、タイム等監督権、自衛隊法第9条第1項、長官補佐任務第9条第2項、命令執行権第9条第3項を有することとなったことか、改正が行われている。変更点を謝辞で表す。 南直也を座長とする防衛省改革会議は2008年、平成20年7月15日、防衛省再編に関する最終報告書をまとめ、福田康夫内閣総理大臣に提出した。内局の運用企画局を廃止し部隊運用を、統合幕僚幹部に一本化、統合幕僚副長の文官企業など、背広組と制服組の混合が柱となっている。 また、2008年、平成20年12月22日には、防衛省内の省改閣本部会議が、基本的な考え方を発表。同報告書の内容を、発展的に踏襲し、他省庁との調整も含む運用部門の当枠への一本化を、モリンだ。しかし、2009年、平成21年8月に執行された第45回衆議院議員総選挙により、生じた。 政権交代の結果本稿を含む組織改編は見送られ、同会議は同年11月17日もって廃止された。その後民主党政権において発足した新たな検討委員会での議論を経て2012年、平成24年8月1日付で、運用部に自衛官、商法2を指定階級による副部長を新設し、これが事実上の統合議論の後ろみと見られるものの、 内局運用企画局の廃止は、背広組の強い反発により頓挫した。2015年、平成27年6月10日の国会参議院本会議において防衛省設置法を改正する法律が、第三次、安倍内閣で自民、公明両党及び維新の党などの賛成多数で可決され、この中で背広組を主体とする運用企画局を廃止し、 舞台運用を倒幕に一本化することが決定し、2015年10月1日付で実行された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。